久しぶりの勝利になりました。はい。90分まず全体振り返ってください。そうですね。本当にまあリベンジ、北九州にリベンジするっていうことで、まあ後半戦一発目のタイミングで、まあこう西ヶ丘で、まあ勝ててない状況でしたけど、まあタイミング的にはまあこう勝てればまたいい風が吹くんじゃないかっていうのもありましたし、まあ本当に今やっているサッカーっていうのをやっぱ自分たちで証明したいっていうのがあったので、まあ今日の勝利は本当に良かったと思います。前回の対戦でいうと、あの攻守の切り替えの部分だったりとかでこう相手に上回られてた部分が、逆にこう前半うちの方がそこのトランジションのところ早かったりとか、あと、まあ、数的攻撃の部分で作って相手のギャップをちゃんとついていくとか、そういった部分が結構できてたんじゃないかなと思うんですけど、そこの変わった部分ってどこだったんですか、チーム。まあでも本当積み上げてますし、僕らも、まあ、そこをしっかりプラン通り、あのサイド高い位置と相手が取ってくるので、まあ、そこのスペースを使おうとか、いいところに立とうとか、そこを使おうっていうのは本当にこれまでやってきたことが、まあ、ちゃんと証明できたと思うので、まあ、そこはすごく自信持っていいのかなと思います。あの特に攻撃の部分で面白いぐらいこう思い通りにボール動いたなっていう感覚があるんですけど、その辺中でやっててどうでした？そうですね、本当に、まあ、この試合前にも本当、まあ、縦の2対2とか横の2対2とか、まあ、そこの1人つけて潜るとか、まあ、そういうのは言ってましたし、まあ、そこがみんなで表現できたのかなと思うので、まあ、本当に良かったですね。ゴールシーン、振り返ってください。いい形でした。そうですね、ちょうど真ん中が空いたので、まあ、そこに藤田選手が出してくれて、まあ、来た時にもう止めて打つところまでのイメージがあったので、まあ、結果的に入って良かったです。あのトラップ、あれがこう思い通り運べたところでもう決まったのかなと思いました。どうでしょう。そうですね、もうそこでほぼほぼ決まったかなと。あとはまあちょっと当たるかなっていうのがあったんですけど、まあ、思い切って振ったのが良かったかなと思います。小池選手自身ゴールの可能性というか、なんかもうすごくどの厳しい試合でもチャンスに恵まれてるなっていう気がするんですけど、ここからポンポンポンっていけそうな気がするんですけど、どうですかね。まあでも今日のゴールがヴェルディでの30ゴール目だったので、まあ個人的にはまあ密かに目指していたところだったので、まあそこがクリアできて、まあチームの、まあ本当サッカーがいいサッカーしているときは必ずチャンス来ると思うので、まああとはそこを決められるかどうかっていうのは、まあ自分次第かなと思うので、まあここからまだ試合ありますし、まあ点を重ねたいなと思ってます。